お母様、一つお教えいただきたいことがあるのですが。そろそろ教えてあげてもいい頃かしらね。あの子は、達也は魔法師としては欠陥品として生まれました。魔法とは情報体を改変し事象を改変する技術でも、達也にはそれができない。あの子にできるのは情報体を分解することと情報体を再構成することだけだから、私たちは、私とマヤは7年前あの子にとある手術を施すことにしました。魔法師ではない人間の意識領域に人工の魔法演算領域を植え付けて、その精神改造手術の結果、あの子の感情に欠落が生じてしまったのです。いえ、感情というより衝動といった方が適切かしら。そういう我を忘れるような衝動を一つだけの例外を除いて失ってしまった代わりに、達也は魔法を操る力を得ました。その手術をお母様がなさったのですか？私以外にはできないでしょう。気づいてしまいました。その実験で感情の一部を失ってしまったのがお兄様だけではないということに。達也が失わなかった一つだけの例外、あの子の中に残った唯一の衝動は兄弟愛、妹、つまりあなたを愛し守ろうとする感情。もうやめて、お母様。それだけがあの子に残された本物の感情なのですよ。お母様はそうなることを意図的に選ばれたのですか？残せる衝動が一つだけであるなら、それはあなたに向ける愛情であるべきだと考えていました。私はお兄様にどう報いればいいのだろうか。